いつもロペライをショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2015年モデルランドローバーディスカバリー SE をご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントバンパーに飛び石があり左フロントのドア左リアのドアにそれぞれ傷がございますそれ以外特に目立つ傷はございません 走行距離約2万キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はサントリーニブラック。インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。市場の中でも高い人気を誇る4代目ディスカバリーでございます。先代モデルに比べ、内外装ともに高級感が増したモデルです。また、シートヒーターや3連パノラマルーフをはじめ、 快適装備も非常に充実しておりますヘッドライトにはキセロンヘッドライトが採用されておりますので夜間走行時も安心してお乗りいただけますアルミホイルはブラックペイントが施された純正19インチのアルミホイルが装着されておりタイヤの山に関しましては前後ともに残り4分山ほどとなっております 続きましてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。ディスカバリーでございますのでトランク全体十分な容量加工を確保しており、かつ2列目、3列目のシートを倒してお荷物はお積みいただけます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。 運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは4本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。また、クルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正、DVD ナビゲーションが装備されており、 車内では知事の主張も可能です。また、バックギア入れていただきますと、バックカメラも装備されております。フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。シフトは8速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードに関しましては、センターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。 さらにエアサスペンションが搭載されておりますので、上質な乗り心地を実現しております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても、目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますし、大型のサンルーフが備わっております。また後部座席にもシートヒーターが備わっておりますので、 ゆったりとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特に綿コの匂いといたしませんのでご安心いただければと思います。では今回は2015年モデル、ランドローバーディスカバリー SE をご紹介させていただきました。走行距離約2万キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。 新車保証も平成30年の12月まで残っておりますので、この車後も安心してお乗りいただけます。快適装備が満載、実用性にたけたランドローバーディスカバリー SE でございます。3連のパノラマサンルーフやシートヒーターなど、快適装備が非常に充実しております。また、こちらの車はサントリーニブラックの外装色にブラックペイントが施された 19インチアルミホイルが装着されておりますので、迫力のあるデザインを演出しております。弊社でも非常に人気の高いモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。